ではね、中学の復習、組み合わせと順列のね、説明をしていきたいと思います。はい、まあこれはね、倍の数とかでやるんですけれども、はい、大事なポイントはまず、組み合わせっていうのはね、まず日本語がすごい大事なんですよね。はい、組み合わせっていうのは、基本的には選ぶことですね。選ぶこと。はい、選ぶことです。そして順列の方は何かといったら基本的には、まあ言葉の指す通りですけどね、これは並べることなんですね。はい、選ぶと並べる。これをまずね、しっかり押さえておきましょう。選ぶが組み合わせ、順列は並べるということになるわけですね。はい、じゃあまず順列からいきましょう。はい、1から5の数字が書いてあるカードから3枚を並べましょうということになるわけですね。はい。まあ、ここにまあね、大体言葉を使うとき、まあ、選んで並べるってことになるんですけれども、まあ、そしたら選ぶだから組み合わせかよと思うかもしれないけど、まあ、並べるって書いてあるわけですからね。はい。まあ、取り出す順番が大事ということになるわけですが、これは別に考えましょうと。はい。そうすると、これはどうなるかっていうと、まず、ね、基本的にまず何も制約がなければ、一つ目から考えていきますね。はい。一つ目っていうのはこれは、はい。1から5のどれかが来るわけですね。だから5通りですね。はい、続きまして、はい、じゃあ2枚目はどうするのかって言ったら、今どれか選んじゃうわけですね。例えば1を選んじゃったら、これは2345しか来れない。2を選んじゃったら1345しか来れない。3を選んじゃったら1245しか来ないですね。つまり、まあどれを選んでも残り4通りになるわけですね。はい、1枚目以外の4通りということになるわけです。はい。じゃあもう分かるかな。はい。3枚目はどうですか？はい。今1枚目と2枚目で選んだ数字以外のね、必ず残り、はい、3通りになりますね、というわけだ。まあ、つまり、はい、5から1個ずつ減って、5、4、3通りなわけですね。はい、これを、あとは、掛け算すればいい。ということなので、5×4×3 と言いますね。で、60通りが答えになると。はい、これを何て表すかっていうと、これのことをね、順列では 5P3 というわけですね。どういうことかっていうと、はい、5の数字から3つ、数字をかけてくださいと。順にね。つまり5から3つだから5、4、3というふうになるわけです。よろしいでしょうか。はい。これが順列というわけですね。まあ大丈夫かな。はい。1枚目が5通り。2枚目はそれ以外で4通り。3枚目は1枚目と2枚目で選んだ数字以外で3通りだから5、4、3で60通りとなるわけですね。5、4、20、60通り。合ってますね。はい。はい、じゃあ、組み合わせはどうなるかというとね、これもね、同じように考えてみましょう。はい、1、5の、そうだな。あ、ちょっとあれだな、あと。まあ、そんな、文字はどうでもいいんですけどね。一応合わせるか。組み合わせね。はい、1から5の、カードを、カードから、3枚を選ぶと。はい、それは何通りですかと言ってるわけですね。うん、まあ選ぶことはよく多いですよね。ああ、ちょっと待って。まあ例えば、まあトランプとかでもね、1から13のうちから、2枚選んで、その数字の組み合わせはって言ってね、で、どっちがどっちだか、それは関係ないみたいな。ね。ね。つまり、まあ選んで、まあその後、ね、並びはどうでもいいと。はい、並びは関係ありませんよっていう時が組み合わせということになるわけですね。うん、でそうするとですね、これはまあちょっと不思議な感じがするかもしれないですけど、組み合わせを考えた時はまずは、いいですか、まずは並べる。まずは並べます。はい、そうすると、まあ、さっきと同じ、全く同じですね。はい、3つあるのでどうしたらいいかというと、まあ、今回は省略だな。はい、1枚目は5通り。2枚目は4通り、3枚目は3通りなので、5×4×3。まあ、これはまあ、ちょっと逆ですけど、つまりこれは 5P3 のことですね。ということになるわけです。はい、まずは並べるんですね。まあ、しかし、これで例えばちょっと考えてみましょう。じゃあ、具体例として、
まずは123を選んだ時どうなるかって言ったら、実は123を選ぶ時っていうのはこういう場合があるわけですね。パッと3つ選んだ時に123の順に、ね、選ぶのと132の順に選ぶ、213231312321と選ぶっていう可能性があるわけですね。しかしこれは全部一つとして考えなきゃいけないと。ということになるんですね。つまり 5P さんのうち、ね、例えば123という組み合わせだったらこれは6つかぶってるわけですね。はい、並べちゃったらこの123と132と213と231ってもちろんこれ並べとしては別なんだけれども、選ぶってことに関してはね、1と2と3が入ってるってことに関してはこれ全部一緒でしょ。だから6つずつかぶってんだよね。例えば123でかぶってるし、例えば124これについても6つかぶりが生じますよね。というふうに全てにおいて6つかぶりが起こっていると。なので答えは、はい、組み合わせるときは6分の 5P3 ということなので、543で60だったから、はい、10が答えになる。はい、組み合わせるときは10通りということですね。はい、必ず並びよりは少なくなりますねと考えるわけです。はあ、で毎回まあこれをねちょっと考えるのは大変かなって思うんだけど、これはどういうことかって言ったらこうわけですね。はい、1から5から3枚並べる組み合わせってのは1から5から3枚並べる、まあこれのことを 5P3 というんですけれども、はい、これを何かって言ったらね、つまりある3つの数字を3枚そのまま3枚並べるで割ればいいんだってことになるわけですね。でこれを P で表すと、こっちが 5P3 で下は 3P3 ですね。これを、まあ、掛け算で書くと543÷321と書きますと、ね、ちなみに 3P3 のことを 3×2×1 って言うんだけど、これのことを3のびっくりマークと書くことがあります。これのことをこれはね、解乗、難しい言葉で言うと解乗と言いますね。ちょっとよく見つけちゃいますけど、はい、解乗ってのは何かというと3から1まで掛け算とっていうのが解乗っていうんですね。例えば10の解乗だったら10の解乗っていうのが19876543321とまでを掛け算しなさいということになります。はい、これはまあ横道ですけれども、543÷321これで出るというわけですね。いいですかね。はい、組み合わせの考え方はまず順列が分かってなきゃいけない。はい、順列を指した後に今度は、一つ一つの順列を考えるわけですね。で、かぶりを減らすと、かぶりをなくすということですね。で、それが必ず例えば今回みたいに6通りずつかぶってると考えると割る6というふうにできるということですね。はい、この543321の計算のことをまあね知ってる人はもういると思いますけど、これのことなんていうかっていうと、はい、5個から3つを並べる 5C3 コンビネーションの C ということになるわけですね。よろしいですかね。まあちょっと難しいけど、はい、NPR これは何かというと N×N-1×N-2× と、うん、でまあちょっと難しいですけど、はい、N-R+1 になるわけですね。これはまあやっぱり公式では分かりにくいですよね。はい、 R を掛け算してくださいということになるわけです。合ってるよね。例えば R 個あるわけだから、これが全部 R 個あるためには N-R に1個足さなきゃいけないですね。5、3で5、3、2そうですね、543ですからね。はい、ということで、はい、で NCR の方は何かって言ったら、これが上は同じですね、 N-1 N-2 で、これが点々点で
n-r たす1まで掛け算、そして下側は何かというと r からどんどんいくわけですね。 r-1r-2 で点点点でこれは1まで計算と、はい、これがコンビネーションですね。まあでもこの公式はまあほぼ使うことなくて、あとはね、同じ数になるように割り算をするってことが覚えていないということですね。はい、以上が順列と組み合わせになっております。はい、まあしっかりね、いろんな事案で計算しておきましょう。